ここが黄泉か。死者の地、闇の世。何か道があるに違いない。この妙な印、動くようだ。何か刻まれておるようじゃ。難儀あらば、昨日は今日の人いたぜ。どこへ行く小僧？己の顔は覚えておる。賊よ、拙者が最初に斬ったものだ。これで拙者をおののかせたつもりならば、そうではないと知れ。逃げるなら今のうちじゃ。何故拙者は上川村へ向かったのだ。何故愛子のそばにとどまらなかったのだ。固く誓いを立てておきながら。貴様はひどきであるな。拙者を存じておるのか、精霊よ。貴様がしてきたことは我らすべて心得ておる。拙者は図られたのじゃ。見通す術などなかった。そう己に言い聞かせるのか。多くの魂があまりにも早く流されてきた。貴様のせいでな。貴様はいかにしてこれを償うつもりか。償いの術などない、それは承知しておる。されど再び愛子のもとへ戻らねばならん。一人にはしておけ。あの女は苦しむ。貴様もじゃ。猫にもかなわんな。
あとわずかだった。お前を待っておるのさ、もののけ。ならば参れ。お主の技を見せてみよう。どうする、遅すぎる。死した者を斬ることができるのか。はっ、いずこへ参るのか。で、黄泉に舞い戻るのでなくば。この異能を大かけすぎじゃ。黄泉はまやかしを見せて、己が目に頼ってはならぬ。我らの終わりなどない、もののふよ。切らねばならぬものをすべて切るだけのこと。また一つ、さまよう魂か。
この印じゃ時とは揺られる足なり。拙者がとどまり皆を守っておれば、格のごときことにはならずに済んだものを。愛子がこのすさんだ地に来ることもなかった。これ以上いかなる悪しき夢を見せようというのか。
だけ。では始めよう。
この先へ向かうは身の毛もよだつ思いじゃ。されどここで身を引けば己に背くも同じ。お前は妻を死なせた。お前は皆を死なせた。わしとただ戯れるためにね。またもお前か、飼い犬が。嘘偽りばかり申す者、お前を撃ったことに悔いはない。この鬼め、ここでは皆お前の鬼だ、小僧。お前はわざわざ奥まで出撃したのか。うわっ、戻すことはできぬ。お前のしくじりを改めることもできぬ。
これは黄泉に送られたもの全てが通る道か、はたまた拙者の身に課せられた試練か。苦しめ。愛子に会うのじゃ。会わねばならぬ。やったぞ。さあ、受けて見せようぞ。うわあ、
近づきすぎじゃ。先生の教え通り、己が選ぶべき道を見抜くのじゃ。それこそが絶望に耐える術。もしくは深く悪しき夢へ踏み入る道か。
誓いを破った奴らを見捨ておって見殺しにしおったな。拙者は図られたのです。もし心得ておれば。裏切り者、恥を知れ。アイコもこの地に不覚にもお守りできず。お主を責めるつもりはない。されど死をもって己が義から解かれるものではない。悪しき陽炎は数え切れぬ者の命を奪い続けるであろう。それは造作もなきほどでございます。妻は拙者を待っておりまする。拙者は妻のそばに戻る道を見つけなくてはなりませぬ。わしも愛子を一人にはしておきとうない。だがお主がこうも早くに契りを断つとは。行くがよい。最後の試練が待ち構えていよう。